どうも、メカです。今回はこんなプロフィールの自分が、利率 0.3% のデジタルバンクであるハビットの特徴やメリット、デメリットを徹底解説していきたいと思います。できるだけ金利の高い預金を探している人は、ぜひ参考にしてください。まずは時間がない人のためにハビットについて簡単にまとめます。ハビットは若い世代向けのデジタルバンクです。アプリ内で預金、投資、保険などあらゆる商品を取り扱っています。中でも貯蓄口座の金利が 0.3% と国内最高水準です。ただし100万円を超える場合は 0.001% が適用されますので注意しましょう。また銀行口座から即時引き落としされるデビットカードも無料で発行できるので使いすぎの心配はありません。さらに将来の貯蓄や年金など不安なことがあればチャットや電話でアドバイザーに相談できます。これから金融についてしっかりと学んで実行していきたいという人におすすめのデジタルバンクです。ではここからハビットについて詳しく解説していきます。ハビットはお金の新習慣を作るデジタルバンクです。デジタルバンクとはアプリからお金に関するさまざまなサービスを提供する銀行のことです。アプリからアドバイザーにお金に関する悩みや質問を相談できます。運営しているのは株式会社ハビットで、お金を育てることで経済的な自由を獲得してほしいという思いから設立されました。ハビットの始め方はとっても簡単です。まずはアプリをインストールしてください。 Android、iPhone、どちらにも対応済みです。インストールしたらアカウントを作成して、アプリと GMO 青空ネット銀行ハビト支店口座を連携します。ハビト支店口座に入金すれば貯蓄が始まります。ハビットで取り扱っている商品は、貯蓄口座、ビザデビット付きキャッシュカード、投資、保険、この4つです。それぞれ解説していきます。貯蓄口座はアプリから口座残高や入出金明細を確認できます。金利は100万円までは 0.3%、 それを超えると 0.001% です。この貯蓄口座は GMO 青空ネット銀行のハビト支店になります。キャッシュカードにデビットカード機能が付帯されたカードを発行できます。カードを利用するとすぐにメールで通知されて、利用履歴をアプリで確認可能です。また万が一紛失した際はアプリからカードのロック、再発行依頼を行えます。投資ではセゾン投資の商品を購入可能です。現在はアプリ上で確認はできませんが、将来的には確認できるようになります。保険では厳選されたライフネット生命保険の保険商品を契約できます。この動画を作成している時点では準備中で、2023年後半に取り扱い開始予定です。ここからはハビットのメリットをまとめていきます。全部で3つありますので1つずつ解説していきます。最大の特徴は貯蓄口座の金利です。100万円までは 0.3% が適用されます。 0.3% という数字は国内でも最高水準です。 au 自分銀行やバンク支店などでも最大 0.2% ですので、こちらと比較しても 1.5 倍は変わります。自分が知っている限りで 0.3% という数字はハビット以外で聞いたことがありません。アプリだけで貯蓄口座や投資、保険までさまざまな金融商品を管理できます。今までは金融商品ごとに提供しているサービスのアプリで管理しなければいけませんでしたが、ハビットなら一つのアプリで管理可能です。時間はもちろん手間もなくなります。お金の不安がある方は、将来のライフプランはもちろん、ちょっとした疑問もチャットや電話でアドバイザーに相談できます。しかも無料です。無理な勧誘や商品の押し売りもありませんので安心してください。
続いてデメリットです。こちらも3つありますので、それぞれ解説していきます。金利 0.3% は非常に魅力的ですが、適用されるのは100万円までです。それを超える分は 0.001% となります。金利にこだわる人は100万円までにして、それを超える分は au 自分銀行やバンク支店を利用しましょう。ビザデビットカードを利用しても、キャッシュバックやポイントの付与はありません。つまり、還元率が 0% です。個人的には、PayPay カードや楽天カード、リクルートカードなど、高還元のクレジットカードの方がおすすめです。Habit はデジタルバンクです。すべての操作をアプリで行うため、スマホがないと利用ができません。スマホがない人はほとんどいないと思うので、気にする必要はありませんが、デジタルが苦手な人には不向きです。最大の特徴は、なんといっても 0.3% という利率です。ただし、100万円までとなっていますので、これを超えた部分については一気に利率が低下します。au 自分銀行やバンク支店を併用するのがベストです。今後は投資や保険など様々な金融商品を取り扱いしますし、無料でアドバイザーにも相談できます。将来のお金について不安がある方やライフプランを相談したい人は、ぜひ利用を検討してみてください。以上、今回はHabitについて紹介してきました。こんな感じで自分のチャンネルでは、日々の生活を少しだけ豊かにする金融関連の情報を発信しています。Twitter や Instagram など SNS もやっていますので、参考になったという方はチャンネル登録やフォローをよろしくお願いします。